ございます。タコありがとう。今さっき重大な事件が起きました。熱っ。この辺今さっきこんぐらいのトカゲ、トカゲなのか何なのかも分かりませんけど、こんぐらいのそういうやつが出現しまして、ついそこで、アイスの部屋じゃないんですけど、廊下で、廊下に出現しまして、マジでやばいです。どこ行ったかもわからない。怯えてます。おにぎりありがとうございます。どうしたらいいんですか本当に。もう閉めたからドアも全部廊下で発見したんです。この部屋に入ってこれ来ることはないと思うけど、最悪すぎる。少々お待ちください。なんか言った。けど分からん。こんばんは。で、そういうのってどっから来るんですか。どこに逃げる？逃げる？外に行ったのか？マジ最近やばいんですよ。靴箱でこんぐらいでっかい蜘蛛を発見したりとか、で靴箱のとこでいたんですよ。それもどこにいるかわからない。対処できなかった。対処しきれなくて、どこにいるかわからないし、靴の中にいるかもしれないし、靴箱の中にいるかもしれないし、もう開けれない。怖すぎて。よし、さっきはカメムシが出てきて、そこにいたの。察知能力、第一発見者になるし、すぐ虫がいる察知する能力すごい早い。部屋が真っ暗だけど、こうフィンってこの部屋を開けた瞬間にいる。分かったのに。ママが
プレーをしただけで確保せずに下に降りてって、もう意味わからん状況で一人で戦ってました。こんばんは。やばい、ヤモリかトカゲかな、なんか知らんけど、それが一番やばい、ガチで。こんぐらいやばくない？家の中におることある？なんか網戸とかにさくっついとるのとかはあるけど、なんで家の中におることある？処理に伺ってください。マジでお願いしますマジで来れるもんなら来てください。外にいるならいいんですよ、全然。家の中にいたんだ。それがどこにいるかわからないのが一番怖くないか。どこに。どこに隠れるんですか、だってそういうの。いなくなって寂しくならないの？あるわけねえだろ調べよう。いや、隠れて出てこない。死ぬ。ゴキブリの幼虫やハエ、シロアリなど家に住む害虫を食べてくれます。近寄ってこないので大丈夫ですよ。もうそういう問題じゃないねんそういうことじゃないねん。だって勝手に出てくれるんですか、家の中に。しょうがないや、もうこれこのことで愛想頭がいっぱいないや今。家の中の隠れ場所、 G じゃないですよ、ヤモリ、イモリ、知らん、なんか知らんけど G
G よりもやばいやつが出ました。写真出てきた、やけど最悪すぎ。もう対処法を調べてんのに写真出すなよ、激怒ガチギレ。はい、鼻水もやばいし。はい、こんばんは。最悪すぎる。もういついつもう一回出てくるか、そのことで頭がいっぱいや。こんばんは。てて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 て。ハートありがとうございます。落ち込みすぎ。ハートありがとうございます。もう写真が出てくるから調べれなくなりました。調べれなくなりました。うん、初訪問ありがとう。え、外に逃がしてあげるというか、逃がしてあげるとかいう感じじゃないけどさ、勝手に入ってきたのはそっちやけんさ逃がしてあげるというか、元いた場所に出ていけって感じなんやけど、こっちからしたらそう、潰したりせんでいいならさ、それで逃げてくれるならさ、ね、それでお願いしますって感じ。マジでマジでマジで自分の意思で外に出てくれるんならそれで頼むって感じ。それが潰すより全然良くない。勝手にこの中に入ってきたんやけん、自分で出ていけって感じなんやけど。
がとうございます。右上のハートしてルームフォローお願いします。大都会でも虫はいるでしょ。カメムシもいるし、ゴキブリもいるし、はあ、うんうん、こんばんは。マジで虫が出ないところに住みたいです。そこがタワマンしかないのであれば、マジでタワマンでいい。タワマンに住む。マレーシアだし嘘な、マレーシアで一人の時に遭遇したらどうするん。ここはどうするんだ。マジで死乳死乳。夜行性意見やばい。暗くした瞬間も絶対にどっか歩いとんやろ。寝れないですよ。今日も土日は病を連れて桜を見に行きました。ギフトありがとう。米とお茶、米お茶派です。もう来週とかにはなくなってそうなのでね、さくら。すごい満開、多分満開。
いい感じ、いい感じ、桜でした。田舎すぎて桜だらけうん、桜でもありますよ。普通に普通に愛さんも家のすぐそこにもあるけど、ズーンっていっぱい桜があって、みんなその下とかでバーベキューするようなとこに行きました。虫の話をしないでください、本当に私怯えてるんですから。今ブロックしますよ、虫の話をしてきたコメントには。もう今から虫の名前想像できるようなコメントはブロックしますよいつ出てくるかわからないんだから、この家も。うん、恐怖。こんばんは。蒸しパン美味しいね。米派だけ、米派にしちゃったけどパンもいいよね。ありがとうございます。ビビりじゃないですよ、全然。どっちかといったらそう、リアクション薄いですよ。昨日おもろかったことあって、兵庫の会場。で、エレベーターこう乗ったらこう出るやつで、こっちから乗ってこっちから出るやつじゃなくて、こっちから乗ったら今度反対側がのドアが開くやつで、こう乗って
こっち開く側のドアにこうひっついてたんです、あいつ背中つけてひっついてたんですよ開くのにそれなのに隣にいた前歯が教えてくれなくて開くよってそう何も言わずに動画撮ってた、なんでか知らんけど、そうで愛さん何も気づかずに写真捨てたりしてたんですよそうこう見ながら、そしたら自分側のドアが開いて「おう」みたいな「おう」ところを動画撮られてて、なんてリアクション薄すぎんか、もっとわーってなるかと思って撮っとったのにってやって、そう見た動画の自分がマジでリアクション薄すぎておもろかった、あーぐらいこう普通に背中つけて開く方のドアに背中つけてついてて、うん、普通に開いた時にあーぐらいとこ取られてました。うん、一見ビビりではないです、全く。こんばんは。うん、確かにガチでびっくりした時は声出ない。うわーとかならない。って感じ。フォローしました、ありがとう。怖い、なんか鳴ってる。こんばんは。勢い余って激突するそんなことある？どんだけ勢いで歩いてんの？ポップコーンありがとう。
フォローしました、ありがとうございます。なめられすぎやな。驚く演技驚くんなら、まあ分からんけどできると思います。素で驚く、素で驚くのが無理やね。準備してやるならできるやろ。ドッキリ番組とかめっちゃ好きやけど、ドッキリのやつとかめっちゃ好きですけど、たまにさやられたらめっちゃ薄い。リアクション薄いね。お茶ありがとう。いい感じ。じゃあそんなまだ一週間意外と時が経ってない。2週間か、明日で、明日で2週間、あ違うね、明後日、2週間ぐらいになるけど、こんな感じでいい感じの色なので、もうこれでもう一回染め直しとかせず、これでアーシャやろうかなと思います。これでいきます。こんばんは。こんばんは。アーシャの日がね、大事な撮影する日が3日間ぐらい撮られてて決まってない。
ちゃんと。だから1.5日ファスティングっていうのを見つけて、 1.5 日ファスティングっていうのをやってる。大事な TGC 前とかにやってるそういう YouTuber モデルさんとかいて、それやってみようと思ってゲットしたんですよ。今日大事な日、その日が決まってないからさ、ここからうん、一日丸々一日と前の日の夜とそのアーシャの日の朝かをなんだスープ酵素のスープみたいなが入ってくるんやけど、それにするっていう。そしたらむくまんくなるみたいなやつを試してみようと思うのに、大事な日その日が分からんから、ね、わかる。プリンヘアはマジで NG。 それだけにはなりたくない。だからブリーチは絶対しないです。筋トレやってるけど今はあの二の腕次のピオコンのねやつに向けて二の腕のやつしてるんですけど、分からん効果分からん。もう1週間2週間ぐらいやっとうけど、こんばんは。効果が出ているのか分かりません。お花見リールは違う、私じゃない、私じゃないですね。こんばんは。ヨガよりピラティスやりたいけどピラティスってやつやりたいけど広島に多分ない。
ないです。ジムとかいっぱいあるけど、広島にもピラティスはないです。のでダメですね。こんばんは。え、はるなさん、何やってるんですか？ドラマさを明日からの週からいっぱい始まるやん。4月、ナインボーダーは金曜日やないか。4月19、10時スタート。初耳学。ありがとう。さっきまで逃走中見てましたよ。放送中は見てました。まだやってる？アイリットね、昨日ここあとめっちゃ見たけど、アイリットマジニュージーンズじゃない。妹グループけどめっちゃ似せたよね、マジで。ハニちゃんにしか、まあ、近くで見たら分からんけど、そのシルエットというかこの透明の画角で踊ってるこの髪の毛の感じとか
いやマジでハニちゃんにしか見えん子とかおった。うん、マジで似てるけどまだニュージーンズしかわからない。まだニュージーンズしかわからないです。曲もまだわからない。クリクリを覚えてるから、クリ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 ク、覚えれないんだよ。ダンス的には難しくなさそうやけど、ね、動画で見て覚えれない。明日を照らす光、レッツクリクリック、キリヒラクモ、行こう夢見、クリック覚えてるけど上がれない。お茶ありがとうございます。ヘルポイ、同世代、そう今一番多いよね多分。うん、最近出てきたアイドル、韓国アイドルとか同い年、ほぼ一番多いと思う。19歳、行こう夢見、
こう夢見こんばんは。なんだ。インドネシアアイドル。こんにちは。こんばんは。こんばんは。今週も皆さんお疲れ様でした。からも頑張っていきましょう。だからも頑張りましょう。私は配信前に恐怖を恐怖の出来事がありました、ね、今日はビビりながらと思います今から勝負に出たいと思います。ではランキングを読みます。13位ひとりごとさん、12位福尾さん、11位星みつさん、10位ココアリ大地き星人、9位バンジャラさん、8位あやさん、7位キモツンツン、6位ひろたんたん、5位ケルちゃん、ゆいてもエイトさん、3位そうちゃん、2位コロネスさん、1位はドルルーン NKQ さん、ありがとうございます。下からも頑張りましょう。ファイティーン。お疲れ様でした。さよなら。ヤモリに会いませんように。見つからなくていいんですよ。もう出会いたくない。やめてそんな怖いこと言う。それでは、さよなら。